じいちゃんです。おはようございます。そろそろ放浪の旅に出かけようかなと思ったんだけど、今日朝からえらい雨でちょっと出鼻をくじかれてしまいまして、まあ、近くにあるハードオフへ、なんかお宝でもないかなと思って、来てみましたら、アイステディプロ3ですね。アイステディプロ3っていうジンバルが、ほぼ未使用、なんか数回使っただけっていう触れ込みで、結構リーズナブルな価格で売ってました。これをですね、まあ自分のこのもうめちゃ古いんですよね、これ。GoPro のヒーロー3プラスっていうんですけど、これ電子手ブレ補正ついてないんですよ、これも。それでまあちょっとこうなんか、歩きながら動画撮ったりするともうブレちゃって手も足も出ないんで、まあもう一つ E4K っていうYI4K っていうのもあるんですけど、それで今まあこの車載動画を、もともとは車載動画撮ってたんですけど、このヒーロー3をこれを車載動画の方に回して、で E4K には手ブレ補正が、電子手ブレ補正がついてるん でそっちで普通の何ですか、棒でつけて撮ってたんですけど、それでもやっぱりどうもいまいちまだ撮れるんで、ジンバルのいいのがないのかなと思っていたところへ、今日これを発見してしまいました。中を見てみたいと思います。一応ビニールはもうかぶってないんですね。なんか数回使用したっていうことなんで、開けてみますと、後編というこの黒いバッグが一部ついてました。開けてみます。取説がなんかついてないって言ってましたけど、こうなんか不思議な GoPro ヒーロー3を固定しました。でバランスをなんか取らなきゃいけないとかなんとか書いてあったんですけど、まあとりあえずちょっとバランスはさておき、どんな塩梅なのか電源入れてみます。すごいな。まあまあでもちょっと傾き気味なのかな。まあ細かいことは入ってきちっと調べます。でバランスをなんか取らなきゃいけないとかなんとか書いてあったんですけど、まあとりあえずちょっとバランスはさておき、どんな塩梅なのか電源入れてみます。すごいな。まあまあでもちょっと傾き気味なのかな。まあ細かいことは帰ってきちっと調べます。
っと外雨が降ってますもんね。で一応録画状態なんですけど、ちょっと外大雨なんで出られないですけど、ちょっとこう揺らしながら撮ってみました。まあどんな絵が撮れてるのか、帰って確認をしてみたいと思います。とりあえずご紹介だけ、またこれで、旅に出た時に外を歩きながら撮るのか、これで綺麗な絵が撮れるのか、そんなことで今日は一日、放浪はお預け、これをきちっとやりたいと思います。それではまた。それで一応録画状態なんですけど、ちょっと外大雨なんで出られないですけど、ちょっとこう揺らしながら撮ってみました。まあどんな絵が撮れてるのか、帰って確認をしてみたいと思います。とりあえずご紹介だけ、またこれで、旅に出た時に、外を歩きながら撮るときはこれで綺麗な絵が撮れるんじゃないかと思います。そんなことで今日は一日、放浪はお預け、これをきちっとやりたいと思います。それではまた。